こんにちは、ケイドラです。ちょっと今風邪ひいておりまして、お聞き苦しかったら申し訳ございません。本日は星6確定アビリティガチャの注意点と、おすすめのキャラの選択方法、探す方法を紹介したいと思います。まずはちょっと注意点をお話ししましょう。進化神化のみの排出なので、重心化のキャラは一切出ません。限定キャラの排出はおそらくありません。超人やコラボとかですね。ないと思います。どのキャラが出ないかっていうのは、アプリ内でしか確認できないらしいので、アビリティガチャが実装されてからしか、ちゃんとは確認できないです。なので今回の新キャラひまわりとかその辺も出るかどうかはまだ分からない状態でございます。ギムレットのように、進化神化ともに全く同じアビリティのキャラは出やすいですね。値段は3800円、1回限り購入可能ということで有料ガチャですね。結構他のアプリソシャゲでは、4000円で星6確定となんかオーブみたいなやつが10個とかそういうの結構あるんですよ。なのでモンストとしては珍しいですけども、ソシャゲとしては割と遅れてやってきた方なので、ここでわざわざ文句言うのは違うかなっていうふうには個人的には思いました。学生からするとちょっとお高いと思うかもしれないんですけど、オーブ60個分なんですよ、3800円っていうのは。それで星力キャラが答えてると考えると普通にお得です。であとオーブが7個、受信力2個、経験値とあまりチケット1枚とサイナミ1個もついてきますということで、むちゃくちゃお得ですね。課金できない方からすると何クソこのガチャみたいな思うかもしれないんですけども、有料ガチャではそういうものなので、おそらくこの動画見てる方は有料ガチャに興味があって見てると思うので、そこに関しての文句はおそらく出ないかなというふうには思ってます。あと急いで引く必要はないですね。5周年ガチャまで全然待ってもいいかなというふうに思ってます。僕ら配信者は割と早めに聞きますけども、急ぐ必要はないかなというふうに思いました。ゲームエイトの方にもね、こういうふうに当たりキャラというか狙っておきたいキャラは載せてあるので、よかったらそちら見てください。なのでここはちょっと流し見で見ていきます。今回はおすすめキャラの紹介ではありませんので、一旦ここで終わりますね。次、自分が欲しいキャラが簡単に探せる方法を紹介します。まずモンスター開いてもらって、モンスター図鑑見ます。で、一番下にあるプレミアムガチャを押してもらって、次星6って押しがちなんですけども、ここ星5にしてください。で、各属性ですね、見ていきます。そうすると、そもそも持ってないキャラが見れるんですよね。ダミオ飛行とかワープとか関係なく持ってないキャラが確認できます。僕の場合だったら、張飛とかシンデレラとか、限定キャラ除きますのでこの辺ほっといて、ちょくちょくいますよね、アヌとかね、いるんですけども、これで見る方が分かりやすいです。星6にしてこの重力とかね選んであげると、かなりややこしくなってくるんですよね。分岐がいっぱいあるんで重心感も出てくるしややこしくなってきますので、まずそもそもここで確認してあげるのが一番いいかなというふうに思いました。で、僕の場合でしたらこういうふうに水属性だったらもうほぼ持ってるんですけども、誰持ってなかったっけなっていうのは簡単にわかります。ここですね、毛利元就ですね。毛利元就だけ通常ガチャで持ってないのが分かるので、こういう風に探してあげるのが一番いいかなっていう風に思いました。で、ここで僕が欲しいキャラ各属性1体ずつ合計5体紹介していきます。まず火属性ですね。こうやって見るとなんか持ってないキャラいっぱいいるんですけども、これはもう前から言ってるアヌです。で、アヌ狙うのはちょっと難しいんですけども、進化はねもう対象がないんですよ。進化対象なしというともう神化になっちゃうんですけども、マインスイーパーでしかちょっとゲットできないっていう感じです。アヌはもうずっと欲しいのでゲットしたいと思ってます。次、水属性は、さっき言った毛利元就だけ持ってないんですよ。で、このキャラ狙うとしたら、進化は対象なしなので神化ですね。マインスイーパー M ゲージ回復っていう風になっております。マインスイーパーだけですね。こちらもマインスイーパー。次、木属性いきます。火属性ね、ちょくちょく持ってないキャラがいて、どうかな。チンギスハン、これ出ないですね。で、このシリュウ出ないですね。で、パーシー、ザドキール、ワーグナーで、ひまわりは多分出ないと思うので、この中だったら僕はパーシーがいいかなと思ってます。で、パーシーはワープとマインスイーパーですね。で、どっちかというとこの状態上回復持ってるパーシーの方が今現状欲しいので、あれですね、カグラ、カルナか。カルナ狙いで欲しいと思っているので、こいつかなというふうに思ってます。マインスイーパーでも狙えるし、アンチワープでも狙えるというところでございます。次、光属性は、これね、ちょくちょくいたのかな、クレオパトラ、ゾロ、シンデレラ、ダイヤモンド、ゲイポルグ、ゲーテ、リバティ、キンタロウとかね、結構いっぱいいます。結構いっぱいいますね。で、本当に一番欲しいのは
ゲーテなんですよ。ゲーテが一番欲しいんですけども、ダメ王と重力なんですよね。で今回、まあ、先ほどの3体がちょっとマインスイーパー被ってるっていうことなんで、もうマインスイーパーを狙うと思ってます。なのでフォルテかな、フォルテ、マインスイーパー M が神化であるので、フォルテもしくは金太郎を狙っていこうかなというふうに思っております。金太郎でもどっちかというと神化がいいんですけどね。はい、どちらか狙おうかなと思ってます。最後闇属性はこれもね、割といるんですよ、キャラが。こんな風に、まあ、ほとんど揃ってはいるんですけど、マットハットいらないんですよね。なのでこん中だったらまあムソルグスキーになっちゃいますね。ムソルグスキー、マインスイーパー、進化マインスイーパー、神化もマインスイーパーなので、両方とも割と狙いやすいキャラかなという風に感じております。マインスイーパーでソートしてあげると本当にね、わかりやすいんですけど、確率はまあまあ高いかなという風に感じます。あ、でもこうやって見ると結構いるな。こうやって見ると結構いるんですけど、限定キャラ省くと、まあ、10体ぐらいは減るんじゃないかな。ね。なので、まあ、引いていきたいな。なので、まあ、狙っていきたいなというふうに思っております。まあ、僕の狙いはこんなところですね。限定キャラ含まれたら、まあ、むちゃくちゃ最高だったとは思うんですけども、やっぱり3800円オーブ60個分で、星6キャラが5体確定って考えると、まあ、普通に両ガチャなので、まあ、お金に余裕ある方はぜひ買っていただきたいなと思います。まあ、そのまま買えねえよボケっていう方も、まあ、文句は言わずに、ソシャゲっていうのはこういうガチャは当たり前なので、このガチャに対しては評価してほしいかなというふうに個人的には思っております。よかったらね、皆さんも欲しいキャラ、狙ってるキャラなど教えてもらえると幸いです。もちろん9月6日アップデート後すぐ引くつもりなので、皆さんお楽しみに。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。キャラ探す方法を参考になったよという方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、インスタフォローもぜひお願いします。それでは、バイバイ。